あなたは大学図書館に勤務しています。静かなある日の午後、突然1280冊の書籍が入荷してきました。書籍は長い一列に並んでいますが、順番はバラバラです。あいにく書籍整理自動システムはダウンしています。さらに厄介なことに、明日から授業が開講します。つまり、明日朝一番に学生たちがこれらの本を求めてどっとやってくるのです。 それまででにに本をアルファベット順に並べるにはどううししたらよいでしょうまず列の片足の2冊から始める方法がありますその2冊が正しく並んでいたらこれはそのままにしますそうでなければこの2つを入れ替えます次に2冊目と3冊目を比べ同じようにします列の最後までそれを続けますそのうち一番最後に置くべき本を手に取ることになるでしょうこの本を後に続く本と交換していき この本が収まるべき列の最後に来るまで作業を続けます。次に最後から2番目の本も正しい位置に並ぶように最初から同じ手順を繰り返します。全部の本が順番に並ぶまでこれを続けます。このやり方はバブルソートと言います。シンプルですが時間がかかります。第1段階で1279回比べなければならず、第二段階で百七十八回と続き合計で 81万8560回比べることになります。1回1秒としても、9日以上かかる計算になります。2つ目のやり方は、まず最初の2冊を正しく並べます。そして、3冊目を2冊目の本と比べます。3冊目が2冊目の本より順番が先だったら交換し、さらに1番目の本と比べ、必要なら交換します。これで最初の3冊の順番が整いました。 4冊目以降も1冊ずつこの手順で加え続けます新しく加える本を1つ前の本と比べて必要なら交換しそれまで順番に並べた本の中では正しい位置に来るよう置きますこのやり方は挿入ソートと言いますバブルソートと違って1冊1冊を必ずしも他の全てと比べる必要がありません本1冊につき比べる相手は平均ですでに整理された本の半数だけですその場合比較の回数は合計で 409,280万回です。だいたい5日間かかります。これでも比較の回数が多すぎます。実はもっといいやり方があります。まず本を1冊適当に選びます。その本をパーティションと呼び、他のすべての本と比較します。列を2つに分けてパーティションの前に来る本をすべて左に置き、後に来る本を右に置きます。これで時間を大幅に節約できます。 左に置いた本は、右に置いた本ともう比べなくて済むからです。では、左に置いた本だけを見て、もう一冊適当にパーティションを選び、パーティションの前に来る本と、後に来る本に分けます。このようなミニパーティションを作り続けると、短い列がたくさんできます。短い列を挿入ソートなどのやり方で手早く整理します。一つのパーティションで、 1> 約1280回の比較をすることになりますパーティションの位置が適切ならおよそ7つの段階で本を10冊ずつの128列に分けられます時間にして8960秒です短い列の整理にはさらに22秒ずつかかりますクイックソートと呼ばれるこのやり方だと3時間半以内にアルファベット順に本を並べ直せます 注意点ががつ、パーティションの位置が偏っていいると時間は全く節約できません。幸いそん幸そなこうしてクイックソートは一番効率的なやり方の一つとして現在プログラマーに使用されていますオンラインストアの商品を価格順に並べたりある地点の付近にあるガソリンスタンドを近い順に並べたリストを作ったりしますこの場合クイックソートなら余裕で整理できます図書館ではこんな日も珍しくありません まとまりある生活を送る方法に関する追加のヒントはこのビデオをチェックしてください。このビデオで科学者がコンピューターから学んだ時間管理の方法とそれらの洞察を自分の人生に活かす方法を確認しましょう。